はい、皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒の初子お姉さんファイナルコンサートのお弁当箱についてですね。今回はみんな登場して歌ってくれましたよね。そしてお兄さんお姉さんたちがこんなに横並びでくっついて歌ったりしているのはちょっと珍しいのかなと思いますよね。いつも端から端まで使って歌ったりしているんですが、今回はギュッと寄っているのでファイナルコンサートでこういうところが見れるのはとても嬉しいなと感じました。はい、今日はお母さんと一緒のお弁当箱についてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。